どうもピアキングです。今日はこの講師やっていきます。ウィスパーワードオブウィズダムカッコトロール。これね、翻訳サイトとか使っても全然訳せないのよ。ウィスパーワードオブっていうのが知らせを囁いてくださいっていう意味だったんだけど、ウィズダムっていう単語がないのよ。まあサムネから察するに敵たちの密会っていう感じなんかな。ぜひ分かる方は教えてください。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.05% でさ、昨日マジで水の大切さっていうのを知ったね。というのもうち断水してたんですよ。そん時に何が一番困るかって言ったらトイレが流せないのよ。だからその時あー開幕までかろー。すいません食事中の方で、ちょうどよく飲料水も切らしてたのよ。だからどうしようかなと思って冷蔵庫漁ったらグリーンだからがあったのよ。だからそのトイレに行ってさ、いやこれはまずいまずい、こんなことしちゃもったいないと思って、でもこれで流せばグリーンだからとかいうしょうもないことでね、一人で笑ってました。幸せなやつだなと思って。さあこれヒップドロップしちゃいけなかったのかい。はだー。いやもう一回言うけど、やってないからな。グリーンだからは粗末にしてないから、そこんとこだけ信用してください。じゃあここは蹴ってオンオフすればいいのかな。一生やじー。甲羅を蹴ります。で右ダッシュ右ダッシュで、この先進めないよな。下足場あるみたいな。あのパウに乗れってこと。一旦待っててみようか。このパウでも鉄球に壊されるよな。一旦下降りてみる。あ、ここ足はあんだね。途中でなくなるとかないよな。わかるか。いや無理ですよ、こんなん分かるわけないやんか。下見えんねえからさ、引っかかるに決まってますよ。じゃあ下行きます。ここからじゃん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 。今何が起きて。下に行くと右に連れて行かれます。でガクスブロックを叩いて上に行けっちゅうことか。でこの本編は今からだよ。ハテナブロックを叩いた瞬間すぐにドアに入っていけばいいと思いますよ。私の考察合っているんじゃないかと。なんだ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 この記録は。左下普通の記録が混じってるのかい。もうね、うわーとか、あーとか、そんな実況いいのよ。もう普通にね、ちゃんとした言葉を発しながら、なんだそれはずるくないか。またとんでもねえバグコースを引いちまったぜ。ジャンプして右押しっぱでいいのか。右押しっぱでここはガセる。またバグが来んのか。何が来んのか。ワクワクとドキドキと胸胸が止まんないぜ、キャロンちゃん。キャロンちゃんは乗っていいんだよね。やめろ。うるさい。もう少し見てるみんなの耳に優しい実況っていうのをできないのか。だから今からお楽しみに実況していきたいと思いますよ。ガクシブロックあるんじゃないの。ないね。じゃあ優勢キノコを取ってこのパウを投げればいいのかな。勝手に投げられちゃったけど、いやでも全然いい。このドカに入っていこうか。さあドカン。ドカに入れませんね。ドアかなんかあるんじゃない。ここでジャンプして避ける。でこのドスを倒す。あー入れた入れた。えドッスンがいたら入れないんだね。じゃあリンクを取ってすぐ左。いやそんなの余裕だよ。全然焦ってないかないね。うわー日に日に語彙力がなくなってるような気がするから、しっかりと発言を考えながらやっていきたいと思う。あっぴゃあっぴゃあっぴゃこれが最大限の僕の解力ですよ。そういや最近さ、僕銀歯が多くて銀歯をね白にしようと思って歯医者行ってるんだけど、その時見積もりが出たのよ。いくらかかったと思う。100万だよ。100万やばくない。100万ってめちゃめちゃ銀歯が多いからさ、僕ってここはキノコ残っていけねえだ。そっちかー。なさだめ。お前の歯のことなんかどうだっていい。歯を直すよりも滑舌を直しなさい。はい、わかりました。なんか今日うざくない。大丈夫。中間が見えた。この中間、いや絶対ヒップドロップして取らせてくれるとは思えないんだよな。でもさ、このシーソーヒップドロップしてどんな罠か見たくない。罠だと分かってるんだからな。ヒップドロップ、やっぱり取らねえよな。で俺は左に行かないと。じゃあどうすればよかったの。まあいいや、この先進もう。この何ぬねの、もう終わりですよ。罠に引っかかった時何ぬねのとかあーとかとかしか言えないって。マジ語彙力幼稚だよ。幼稚。じゃあここはこの場所でヒップドロップ。え違うの。えじゃあこの場所でヒップドロップしてもダメだったもんな。これこれでヒップドロップすればいい。あーこれでよかったのね。さあこれで中間ポイント。いやーでさっきはここつらら当たったからこの場所で脱ぎます。で右に行けっちゅうことか。この部は何もない。いや右下なんか出てきたの。ああそこにキノコが出てきてんのね。あのキノコを取れっちゅうことか。よくかわした。右上のリンクを取れっちゅうことかい。やめてくださかな。
おいそこのメッティ、中間を取ったからさっきと違う軌道になってるんじゃないのか。それを予想して上に逃げ、上のリンクは罠だったもんな。じゃあこの下に行ったら死ぬ音符。わかるわけない、あんなところに音符ブロックがあるなんてさ、見えないんだから。じゃあこの隠しブロックを叩いて逃げる。そしてこのまま右に進んじゃえばいいんじゃない。で、下のキノコは何だったの。あれどういうヒントなんだろうな。まあいいか、こっから改装ステージか。いや全然余裕だよ、見てて。正直何かあるとは思ってましたよ。素直にポッポって行かせてくれるわけないもんな。でこっからどうすりゃいいか。上か、いや左か。チョロプを踏んだらカロンが出てきたから、多分このカロンに乗る。こんなん一発で分かるわけないですよね。まあでもそれが楽しいのがトロールコースなんだよね。うん、土管には入れそうにない。じゃあどうありこう。さあこの先は何が待ってるんだよ。また海賊コースか。さっきと同じ風で行ってみる。こんなん完全に初見殺しじゃん。じゃあメントの、うわやべやっちまった。これ右に行ければいい。メント、まあ僕ですね、いろいろ言ってますけど、謎を解くトロールコースより初見殺したっぷりのトロールコースの方が意外と好きだったりするんだよな。邪魔。この辺からジャンプすれば大丈夫だ。でバネがあったのはさっき見たから100も承知。で次はカキに乗れるのかい。いやなんか乗れそうな浮かしねえな。いや行ける。しょうもねえミスすんな。ただ今やられたのは無駄死にじゃなかったよ。ここのバネに乗るじゃん。そして右に行けばオンオフが発動したのがさっき分かった。よーしめちゃめちゃギリギリだった。さあ次は土管に入れたね。でまた改装コースか。いやいや違う違う、普通のコースで。オンオフした瞬間右に行こう。それやめちゃう。オンオフをする。一回待つ。でもう一回した方がいいと思いますよ。ほらほらほら。でもう一回オンをする。なめるな。そんなに引っかかると思ってんのか。でもう一回オンをする。でも大丈夫だね。さあここはスーッて抜けていこうじゃないか。いやー、上と右どっち行こう。隠しブロックはあ、ないね。わ、これさ、上弾が出てくると思う僕は。で、すぐに逃げれませんよみたいな。いや、絶対そうだと思うな。あ、なんもないんだな。魚か。でこれはなんでかってガルボみたいな感じかな。まあ叩いてみようか。そしてすぐにか。下下下下下反射神経良すぎ。ここさ、オンオフしてすぐ下に行けばよかったっけ。そしたらブラッパに当たらないのかな。いやどっちだろう。いやそれにかけてみるか。頼む、当たるかよ。じゃあここはオンオフをして何もしない。でブラッパが出てくるから、ブラッパが通り過ぎた後に下に行く。なんでよ。何もないのになんでやられんのよ。もうバグが多すぎてバグにはいちいち突っ込みませんや。じゃあオンオフをして何もしなかったら黄色子が出てくる。確かどっかから出てきたね。でここで被弾して、でもここなんかあるんだよな。で当たってしまうみたいな。さあそろそろ中間2はあったね。で改造する。うわ、イカを踏んで中間取ってあの亀に乗る。それでいいだろ。いかいい加減にせんか。イカを踏むところまではよかったよね。でブラパが出てくるからその下に行く。で隠しブロックはない。取れる。やった。ちょっとちょっとちょっと、早く上に。いや今中間ポイントのありがたみをすごく感じてた。なんだお前勝ち見た。さあここはね、隠しブロックあったから上に行ってドアに入っていこう。ドアは入れない、土管ね。逆だよ、いつも間違いすぎなんだよ、ドアと土管は。じゃあハテナブロック叩きます。でこれは一気アップじゃないのね。あ、じゃあこの分オンオフが変わって先に進めなくなる。シャガチャンじゃシャガチャンじゃいけない。でもこっち何かあると思うよ。これすごいな、息アップの記録を綺麗に重ねてんだろうな。まあ、息アップと思って普通取っちゃうじゃん。じゃあかわして先に行こう。そして左にはブロック、右にはハテナブロック。これ2分の1かっていう感じなんじゃない。もうそんなのやめろって弱いんだからさ。でもよく見ろ、右と左のブロックが正解だ。いやまだ右の可能性もあるよ。この世界おかしいって。2分の1の確率って言ったら 50% と思うけど、絶対おかしいと思う、その確率。貴様ハテナ、いただきます。そして右ダッシュすればテレサ抜けれるんだ。いや今
ブロック完成しなかった。上から3つ目のブロックぐらいかな。なんかおかしかったような気がする。こっちはなんだな、新耐久か、それとも中間ポイントもだし、やめてくれよな。ヒントでアンチ、アンチって言ったら新耐久かな。この上は新耐久だやめてくれって、ここで新耐久なんか。あ、でも一歩通行しかない。で、このさ、ラチョウラチョウ、これさ、丸々の中の針に当たればいいだけなんじゃない。ここか、釣り耐久電池を食べるな。ここはゆっくり行こう。この場所に置いておいたら大丈夫。そして下に降りれば大丈夫なんで。で、メットは蹴っていいのかい。右には行けそうにないもんな。じゃあ左にメット蹴ります。で、こっからこうなるかなんだ。うわなんだよ今のバカの動きはさ。どうやって作るんだよ、僕に教えてくれよ。こっちはまた死んだよ。まあいっちゃうなでもね、この死に待機は全然余裕ですよ。邪魔されない。このバネはずる、絶対に笑っちゃうよな。こんな早く笑うのか言ったらさ、さっきここね、すり抜けたんだよな。ちょっと見ててくれる。ちょっと待って。なるほど、この制作者さんは僕がブロック貫通することを確認するかもしれないって思って、ここに隠しブロックを置いたのかな。そんなわけねえだろ。じゃあ右、いや、ここ右行っちゃっていいかな。なんかブロック変わりそうな気がする。いけるか、右確認だけさして。いや、いけるんじゃない。お、あやっぱり閉じ込めてくるとは思った。これなんて書いてんだろう。ラブ、いや、ラブなんて照れちゃうな。右のつららに当たればいいだけだと思うんだけど、僕はこの上の歯はすごく気になる。ラブないか、あいよくれよ。じゃあこのドアに入っていきます。そろそろゴールがあってくれてもいいんじゃない。いや、なんかゴールっぽいね。上はチョイスって書いてる。だから左真ん中右、うわ、もう2分の1でも弱いのにさ、当たるわけねえじゃん。3分の1なんか。でも僕は3分の1に強いんだ。ほらな。いや、真ん中で合ってたのは合ってたと思うよ。こっからジャンプして避けろっていうことなんじゃない。ちょっとタイミングが難しいね。で、これは右上、いや、右下の方に行く。僕は右下、右下しかねえじゃねえか。さあゴールよ、見えた。うぜ、いや、これはさ絶対間に合わないよな。だから一旦左に行く必要がある。隠しブロックはないで。これか、これで王が変わって。いや、そんなことはない。左に行く必要があります。いや、あのさ、テレさ、ゴールできないかな、どうにかして。無理かな、まあ、ここでフラワーは取れない。分かってる分かってる、その斜めになってるやつは取れないんで。で、ここでオンオフするんじゃない。目でオンオフが変わった。え、いや、これいけないかな。サンバス飛びどうにかして成功できないかな。僕が行くよ、ちょっと見てて。無理に決まってんだろ。ここさ、左ダッシュしてゴールできないか試してみていい。いや、絶対無理だな、今言ってたらやられたと思うよ。じゃあ、いや、よくある話だよな。1周目隠しブロック引っかからなかったけど、2周目引っかかるって。さっきはこの床を壊されたんだよな、ボム兵に。だから音符を叩いて常に右ダッシュ右ダッシュで、すぐに地下ブロック、あっやあっやっやっやっ、ゴールが遠いよ。あんなに目の前なのにゴールがめちゃめちゃ遠いよ。よくもやってくれたなお前ら。そんな仁王立ちしてやってやりましたみたいな顔してるけど、全然やってないんだからな。まあ、先ほどやったけどさあ、ここでオンオフがなると思うんですよ。で、キノコを取ってテレさんのところに行く。それを素早くしようか。簡単にゴールさせてくれると思うんだけど。はい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 、あらっそー。あれ、やべ、パンツ破れた。やべえ、パンツがパンク出ちゃった。あ、パンツでか、パンツの方ね。僕あぐらかいてやってるんだけど、そのあぐらかいた時に一番引っ張られる場所があるじゃん。そこが痺れてる。なったじゃねえか、あだ弁償せ。まあまあ嬉しいアクシデントだよな、こういうのってさ。じゃあ右の赤ブロックのところに行けばいいんじゃない。で、こっからゴールができるのか。普通にゴールさせる。坂だー、こっちも坂だー。もう分かったもんね、落ち着いていこう。ここでジャンプすれば大丈夫。一回ジャンプしようか。あー、大丈夫だね、これでゴールができるんだ。やったー。
いや今回もですねバグだらけですけどめちゃめちゃ面白い仕掛けだったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオマグナムキラーと協力してください。一発マリオ説明文にマグナムキラー突撃マリオストップなんか気合い入れて説明文読むのが恥ずかしくなってきたでこのコースはですねおそらく USA マリオになってマグナムキラーを投げ続けて上に行けっちゅう感じのコースなんじゃないかな。それじゃあ早速やっていこうか。クリア率は 1.22% で、いつもと違う一発マリオだけどこういう一発マリオも面白そうだよね。どんどん上に行けって書いてたけどどのくらい高いかだよな。ゴール条件がマリオ USA のマリオのママゴール、言いにくいな、マリオ USA のマリオのママゴールって。だからこいつを投げて上に行く。いや違うまず左に投げなきゃいけないのか。左に投げてこのピンクコインを取って、ちょっと待ってよ、ちょっとだけジャンプしてキラーを投げる、でまた乗ればいいっていう感じなんじゃない。乗せんかてつくぞ。調整がめちゃめちゃ難しいね。この投げた瞬間にすぐに行かなきゃいけない、多分これの繰り返しだと思うんだよな。これもちょっとジャンプしなきゃいけない。これめちゃめちゃいい調整なんじゃないの。ここでも抜け今抜くふりしたやんか。ここショートカットできるんじゃない。なんか左上のピンコインの方いけそうだよな。あ、いけたいけた。でここでチョビジャンからのすぐに乗る。これめちゃめちゃギリギリだな。ここチョビジャンで投げてすぐに乗る。これはあとピンコイン何枚ある。あと2枚。あ、これそんなに難しくないかもしんないね。あと1枚取るわ。ゴールなんでねえの。さあこれ抜けるかな。頼む見てくれよ。なんでいや抜ける。あ、いや抜けなかったけど、これゴールできるんじゃない。最後キラ別にいらないもんな。さあこれでゴールなんでしょうか。頼むゴールじゃって、やったいやこれはちょうどいい難易度というかめちゃめちゃ楽しいコースでした。どうもご視聴ありがとうございます。